井出正孝は、日本の実業家。西日本旅客鉄道社長、会長を歴任。内閣法制局第一部長や文部次官を務めた、井出重造は父。兵庫県芦屋市在住。福井県小浜市生まれ。旧姓小浜中学校を経て、1954年に東京都立と山高等学校を卒業。東京大学経済学部卒業後。 日本国有鉄道入社。笠西隆行、松田正武と共に国鉄改革三人組と称され、国鉄の分割民営化に尽力した。1992年に JR 西日本社長就任。ワンマン経営者として知られ、社長、会長を11年務め、JR 西日本は井手商会と呼ばれるほどであった。また、そのワンマン振りから社内では、 天皇というあだ名でも恐れられていた。第五大社長の山崎正夫などからも恐れられる存在であったが、JR 福知山線脱線事故後、収益重視の儲け体質が安全停止につながったとの批判を浴び、また JR 西日本の府の部分であるいじめとも言われる、日勤教育の実態が暴露されたことにより、隕石辞任。 辞任後、JR 西日本古会社の幹部に甘下りしていたことが発覚し、脱線事故の遺族から猛避難を浴びている。また、JR 福知山線脱線事故の遺族との面会を避けている。2009年10月22日神戸第一、検察審査会は、遺伝を起訴すべきだとする起訴相当を議決した。2010年4月23日 JR 福知山線脱線事故から5年を前に在宅起訴された。同日起訴された歴代社長である南谷章二郎と柿内剛は陳謝したが、井出は、黙秘を続けている。最高裁判所において、無罪確定後の2017年12月、経営者の一員として、道義的責任を感じていること、遺族に申し訳ない気持ちを抱いていることを述べたが、事故の原因に、 企業風土の問題は絶対になかったと主張している。ありがとうございます。